タッフさんか誰かの話を聞いてたんだっけかな、かなんかで、ね、リグロスみんなスタッフさんの方を向いてたの。そしたらなんかモグがなんか背中の方に手をこう回してたんだよね確か。そしたらなんか後ろから僕の両手をキュッて掴んできた子がいたの。絶対かなでちゃんだと思って、そうキュッて握ってきたから、あかなでちゃんはいはいはいいいから話聞きなさいって思って、あのそのままなんかあのこっちに引き寄せて、あの動きを封じ手を握りしながら運営さんの話を聞いてたんだよ僕。ちょだいたいだいたいあのかなでちゃんとの距離感そんな感じだから、はいはいふざけないいいからお話聞きなさいってやってたので、話終わってふって振り返ったらかなでちゃんがリリカちゃんの反対側に立ってて、ん誰だって思って後ろ見たらめっちゃそら先輩で、すいませんっつって隣にいたの誰だっけ、水星先輩かな、なんか奏ちゃんだと思ってって言ったら、奏そこにいるじゃんみたいな風になって、なんか僕あのめっちゃあの彼氏みたいなムーブをしてしまい、めっちゃ恥ずかしくなってしまったっていう、やってしまった。そら先輩もニコニコってしてたけどごめんなさいと思って、なんかめっちゃイチャついてしまった目の前で、やばかったよ、かなでちゃんだと思ったんですとか言って、かなでそこにいるじゃんみたいな、なんか周りの先輩たちもなんかあの僕らのイチャイチャに当てられて、なんかちょっと恥ずかしくなっちゃったよね、ごめんねって思って、そうラブコメみたいになってたガチ、なんかねえ、そうそんなこんなでなんか空先輩とあの公の場でイチャついてしまい申し訳なかった。違うんだよマジで、かなでちゃんだと思ったんだよ。そんな距離感で近づいてくるのは、僕の一番最初にそういう距離感で近づいてくるのはかなでちゃんだったもんだからね。かなでちゃんよく見たらリリカちゃんのあのオッピーで隠れてたけどいたわ、反対側にあの隣にリリカちゃんが立ててその奥にいたんだよ。そう気づかなかったわ、させんさせ、すいませんでした、はい。そうそうけど、みんながきっと一番気になってるのは、みんなが一番きっと気になっているのは、そうだね、マリン先輩だよね。バリかっこよかったね、ぶっちゃけ美女よ、バリかっこよかった。うん、ちょっとかっこよかったから嫌じゃん、なんかそんなあっさりとさ、それいやかっこよとか言って落ちたらさダサいじゃん、だから無視したなんかあティオドシアオですって言って、もしもりですって、あのちっちゃいあのちっちゃい声で目をそらされて挨拶して、それ以降はあの会話をしないっていうね。そうめちゃめちゃリリカちゃんに心配されて、え青くんもっと喋んなくてよかったのみたいな、なんならもうなんかマリン先輩見かけた瞬間にマリン先輩って行くと思ってたよみたいな風に言われたんだけど、ええ、まあお互い同じような気持ちだったってことですね。いや僕さあね、まあマリン先輩はあれらしいね、僕がかっこよすぎて話しかけられなかったらしいね。ふんいてふんつったら首ボケつた、そうらしいかな。そうなんか言ってたもんね自分で、青くんになんかかっこよっつってあの落ちたくなかったから、落ちたらダセーからあの無視してやったみたいなこと配信で言ってらっしゃったけど、なんかあの無視してやったとかじゃない、あれはもうねなんかもうね、あの挨拶してあのもじもじってしていなくなっていっただけだから、無視とは違う気がするんだよな無視なのかあれは、無視というよりかは自己紹介をポソってしてスーっていなくなってしまっただけな気もするんだけど、なんか一応メッセージ送ったんだよ、なんかもっとお話ししたかったって、もっとお話ししたかったってあの送ったら、なんかどうせ誰にでも言ってるんだろうって言われていや本当に誰にも言ってないんですよ実は。すごいさマリン先輩、あの疑うところも可愛いんだけど、僕ねここが可愛いだとか今日もこれがどうのとかっていうのをあのマリン先輩にしか送ってないんですよ、ガチでガチで送ってないのに信じてくれないから、まあええわと思ってはい、そうえ
バイバイだけしたいって言ったらもうマリン先輩帰っちゃってて、じゃえもう帰ったわみたいになって、おーいみたいになっちゃって、えなんかエキスポ本番会えるみたいになって、え会いたいってなって、僕ら2日目のオープニングいるよって言ったら場所全然違くてこれほらマリン先輩たちはほらフェスがあるからね、えいろいろそちら側にいて、僕らはねえカメラをこう見る側の場所だったから全くこう場所が違うわけだよ。そしたらもうなんか場所違うやん終わりみたいになっちゃって、なんかおってなっちゃって、結局会えなかったんだけど、でもなんかまあなんか予定立てましょうやみたいな感じになってるから、きっと近いうち遊んでくれるんだろうなと思っています。はいね、マリンが一番だよみたいな甘い言葉をささやくやつは全員信じないから、みんな嘘つきなんだから